やばい、やばい、大変だ、大変だ、大変だよ。私は縛られるのが好きです。それは変態。はい、どうもこんにちは。EXILE THE SECOND の、あ、違った、違った。ひらきです。はい、すみません。EXILE THE SECOND じゃないです。EXILE THE SECOND じゃないです。はい、ということで、皆さん、ビッグニュース。LDH ファンならもうこれを聞いただけで、多分、気を失うんじゃないかっていうビッグニュースをお届けします。ごめん、ちょっと最近人と喋ってなかったからさ、滑舌最悪なのよ。はい、スペシャルムービーに出演できるジェネレーションズと Y.M.C.A. ダンスを踊ろう企画がスタート。来た。今ね、体重を交互に入れ替えてます。いや、来ちゃいましたね。前回もありましたよね。ジェネレーションズのあれは空だったかな。この空の下で、ごめん、全然キーが合ってないんだけど、空のおダンスを踊って、でそのままその動画をなんかね、ジェネのメンバーが見て、ええやん、こいつってなった人たちは、なんかそのミュージック、なんだったんだろう、あれは結局。なんかよくわかんないけど、ダンス動画コンテストをね、この前やったんですよ。ジェネレーションズ、夏ぐらいに。で、まあ僕は見事選ばれなくて、なんか、なんだろうな、地下アイドル男性グループみたいな連中となんかよくわかんない人たちが選ばれてて、なんか、うーんってか、うーんみたいな。なんか意外とジェネって、なんかそういうジャッジするその目がないのかなって。いや、まあもしかしたらジェネレーションズ見てないんじゃないって、ミックスチャンネルの運営が適当になんか決めただけなんじゃないかなっていう、その、ディティールをトークしますが、デビュー5周年を迎え、来年1月1日に初のベストアルバムを発売する7人組ダンス&ボーカルグループ、ジェネレーションズ from EXA イルトライブ。そのベストアルバム、ベストジェネレーションの発売を記念して、本日より、ジェネレーションズと YMCA ダンス踊ろう企画がスタートという感じなんですけど、まあ要するにですよ。その YMCA ってあんじゃん、ほら YMCA ってごめん足開くやんと、ね、あのダンスをまあ踊って、その動画を SNS に上げる、そしてなんだうんっていうね、ごめん詳細も文字にしといてください、はい、らしいよ、うん、じゃあそのアップして採用されたダンス動画をまとめて、ユーザー参加型のなんか多分スペシャルムービーをね、制作するんじゃないかなって、するんじゃないかなっていうか、まあそう書いてあるんですけれども、はい、完成 CM は1月中旬以降でウェブサイトにてお披露目の予定。 YMCA ダンスを踊ってスペシャルムービーに出よう、やろうやろう、 YMCA 踊ろうよ、踊りましょう。つってもな、けどまあ振り付けがな、どうやって振り付けを覚えるかやな。問題はどうやって振り付けを覚えるかやな。振り付け動画やってる人目の前におるじゃん。踊れるね、踊れますね。はい、ということでやりましょう。僕やりますよ。今度こそジェネレーションズメンバー入り果たします。これで今度こそね、メンディーが僕の踊ってる動画を見て、あれこいつまた証拠にもなくこいつまた応募してきてる、ちょヒロさんこいつまた応募してきてますよ、もういい加減メンバー入れてやったらどうですかって。そしたらね、そしたらネスミスがこういうのよ、やっばーい。応募期間は12月26日から1月の7日、発表予定が1月中旬予定ということで、まあ、応募方法とかはですね、まあなんだこれ、公式サイトかなに書いてあるんで、リンクを動画説明欄に多分貼っておきます。面倒くなかったら多分貼っておくんで、それを見てやってみてくだちゃいって感じですね。はい、っていう感じでござるよ。やりましょう、やろう、YMCA やろう。これサムネ用のポーズ今のうちに撮っとこうね。YMCV ってね、はい、以上 LDH ファンにね、特にまあジェネレーションズファンにお届けするちょっと重大な情報ということでね、皆さんにこの動画を通してお伝えした次第であります。余談ですが、僕はこの前ちょっととあるギャルとね、ちょっと会話せざるを得ない場面があって、そしたらギャルのなんかバッグに なんかね3台目かなんかのストラップがついてたのよ。でそれを見てはっと思って、その時ちょうどそれこそ YMCA のミュージックビデオが YouTube で公開されたばっかだったから、あ、それ、あ、なんか LDH とか好きなんですかみたいな、ジェネの新しいやつ見ました聞いたら、そのギャルがこう言ったんですね。あ、うちジェネは分からん、分かろうとする努力、分かってあげようとする思いやり、あなたにはそれが足りなかった、三つを